皆さんこんにちは、深山です。今回は嬉しいご報告がございまして、なんとドリップさんとコラボレーションして作業や趣味のお供にぴったりなマグカップフォーカスマグを作ったので、今回はこちらについてたっぷりご紹介していきたいなと思います。でこちらがフォーカスマグのブラックカラーなんですが、このマグカップ本体とこちらに置いてあるこの2枚のプレートがセットになっています。でこちらのプレート2枚も、あとマグカップ本体についても一見非常にシンプルなデザインではあるんですが、目の前の作業に集中するための工夫というのをたっぷり詰め込んで制作しました。でまずこちらのプレートについてなんですが、お使いのシチュエーションに合わせていろんな使い方ができるようになってます。でまず一つ目の使い方なんですが、こんな感じでデスクの上に置いてあげたら、その上にマグカップを置いてコースターとしてお使いいただくことができるようになってます。でしかもこれ、こちら側を上にしてもこちら側を上にしてもどっちを上にしてもちゃんとコースターとして使うことができるようになっております。ですでにお気に入りのコースターが別に何枚もあるんだよなって方もいらっしゃると思うんですよね。でその場合もですね、ご安心ください。コースター以外の使い方もこちらのプレートできるようになってます。こんな感じでマグカップの飲み口と同じ大きさに設計されているんですよね。なので中に入っている飲み物が冷めないようにマグカップの飲み口の上に重ねてあげて蓋として活用することもできるようになってます。でマグカップに蓋をしてあげることで中の飲み物を冷まさないっていうのはもちろんなんですけど、ティーバッグで蒸らしをするときですね、このティーバッグの持ち手の部分がマグカップの中にスルスルっと入ってしまわないように、まあ、この蓋を重ねておくことで重し代わりにもできるようになってます。このプレートを蓋として使うとき、ちょっと1点だけご注意いただきたい点がございまして、このプレートの内側になる面ですね、ここ一応ズレ防止のための段差があるので、多少の刺激であればカップの上からこのプレートが滑り落ちるっていうことはまずないんですけど、こちらがですね、左右にちょっと少し遊びがあるような、ちょっと動くようなデザインになってます。完全にピタッと密閉することができないんですよね。ちょっとその点だけご注意いただければなと思います。製造をお願いした鎌本さんにも、これもうちょっとこうピタッとはまるようになりませんかってご相談したんですけど、このプレートとマグカップが陶磁器なんですよね。そうするとどうしても焼く過程でわずかに大きさにムラができてしまうそうなんですよ。なのでこういう蓋とかを作る場合は少し遊びがある状態にしておかないと、最悪の場合この蓋がうまく重ならないっていうことも出てきちゃうっていうことなので、少しだけ遊びがある感じの大きさになってますので、ちょっとその点だけご了承いただければなと思います。さらにこのプレート、こんな感じで入れ終わったティーバッグを入れておくための小皿代わりとしても使うことができるようになってます。でさらに先ほどと反対側の面ですね、ここの白い外枠が入っているタイプに関しても、ここの白い枠のところがポコッと飛び出しているので、こちら側に一度使ったティーバッグを置いていただいても全く問題がないような構造になってます。私もそうなんですけど、ティーバッグは2度入れ3度入れするよみたいな方に結構おすすめの使い方になってます。あと他の使い方で言うと、こんな感じでお茶受け用のお菓子を置いておくための小皿としても使っていただけたりとか、シチュエーションに合わせていろんな使い方ができるんじゃないかなと思います。もしですね、皆さんの方でこんな使い方あるんじゃないとか、こんな使い方できたよみたいなのを発見したらですね、ぜひご報告いただけると嬉しいなと思います。でこちらのフォーカスマグ、収納していただくときは、まあ、こんな感じでプレートを2枚ともマグカップの飲み口の上に重ねていただくと、見ていただいた通り3点セットのアイテムではあるんですけど、結構すっきりミニマルに収納していただくこともできるようになってます。で今回こちらのマグカップ、フォーカスマグを制作するにあたって、マグカップ本体もこちらのプレート本体も結構シンプルな見た目に落ち着いたんですよね。なのでプレートとマグカップがそれぞれセットのアイテムだよっていうのが分かるように、こんな感じで僭越ながらプレートの片面と、あとカップの底面ですね、そこの面に今回のために制作したオリジナルのロゴをプリントさせていただきました。で今回のこちらのオリジナルロゴに関してはドリップのロゴ
だったり、あとドリップさんの箱のデザインを担当している藤田さんに制作をお願いいたしました。ロゴを制作しようってなって、藤田さんとは一度だけズームで軽い打ち合わせをしただけだったんですけど、まさかのもう一発でこれ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 っていうものを作っていただけまして、私の名前ミヤマをモチーフに山がこういくつか連なっているような、あとはローマ字の M のような、こんな感じのシンプルなデザインのロゴにしていただいたっていうような感じですね。で、このロゴがプリントされている場所にも実はちょっとしたこだわりがありまして、できるだけシンプルなマグカップとして使っていただきたいなっていう思いがあったので、普段飲み物を飲むときに使っているときはなるべくロゴが見えない位置になるようにプリントしました。こちらのプレートに関してもこの白い外枠がある面にだけロゴがプリントされているような形になっているので、まあ、コースターとして使った時もマグカップを上に重ねてしまえば見えないですし、まあ、あとはティーバッグ置き場に使った時も基本的にはティーバッグで隠れて見えなくなるような位置にしてあるので、まあ、よりミニマルな印象で使っていただけるんじゃないかなと思います。で、さらにマグカップを梱包するためのこの箱ですね、これについても同じく藤田さんにデザインしていただきました。こちらに関してももう一発でこれこれこれがいいっていうのをお出しいただいたような感じになります。もうこんなかっこいいデザインに仕上げていただきましたので、ぜひですねマグカップ購入された方はこちらの箱のデザインについても堪能していただけると嬉しいなと思います。で、フォーカスマグのカラー展開についてなんですが、今回ですねブラック、ホワイト、グレーの3つのカラーをご用意しました。で、ブラックについてはお茶の抽出具合が目で見てパッとわかるようにあえて内側をホワイト仕上げにしていただきました。で、こちらがホワイトの色味ですね。ホワイトは本当に中も外も、まあ、全て同じ白い色になってます。で、グレーはこんな感じですね。結構ライトグレー寄りの色味になっていて、少し青みがかかったようなカラーになってます。で、ブラックカラーにはホワイトのロゴが入っていて、グレーのカラーにもちょっと見づらいとは思うんですがホワイトのロゴが入っているような感じになります。ホワイトのカラーにはブラックでロゴが入れてあるような感じになってます。で、ブラックもグレーもホワイトもどの色も少しマット寄りの色味になってます。ツヤ感はかなり少ない感じですね。で、カラー周りに関してちょっとご注意いただきたい点がありまして、どの色もカップの内側がホワイト寄りの薄いカラーなので茶渋がついてしまうことがあります。で、茶渋がついた場合は漂白剤につけたりとか、あとはメラニンスポンジでこすっていただければ綺麗に落ちるようになってます。で、一応念のため製造元の鎌本さんにも確認しまして、漂白剤もメラニンスポンジもどっちも使っていただいて大丈夫とご回答いただいてます。で、あともう一つカラーについてご注意いただきたいのが、まあ、特にこのブラックとこのグレーのカラーに関してなんですけど、色ムラというか薄い濃淡が出やすくなってます。で、こちらがグレーのプレートなんですけど、わかりますかね、この辺が、まあ、ちょっとだけグレーが濃くなってる位置があったりするんですよね。で、これについては私がこの濃淡も含めてこの色がいいっていう風に選んだ結果なので、物によってはちょっと黒が濃い部分とかグレーが濃い部分とかがあったりすると思うんですが、そこについてはちょっとあらかじめ大変申し訳ないんですがご了承いただけますと幸いです。あとカップの容量にも実はですね密かにこだわっておりまして、程よく上の方まで注いでいただいたらだいたい 320ml ぐらいは入るような感じになってます。なるべく一度にたくさん飲める量でありつつも片手で問題なく持って運べるぐらいの重さっていうところにこだわりました。あと少しでもカップ本体が軽くなるように、この飲み口にかけての部分だけここだけ少し薄くなるように設定していただきました。なので口当たりも割といい方なんじゃないかなと思います。ただですね、ちょっとこの飲み口に関して1点注意点がありまして、ここの飲み口の直径が結構広めなんですよね。 9.5 センチあるんですよ。なのでコーヒードリッパーのここのツバがあると思うんですけど、このコーヒードリッパーのツバの大きさによってはですね、このカップの上に置いた時にちょっとこんな感じでガタついてしまう可能性があるので、ちょっとその点だけコーヒー屋の方には大変申し訳ないんですがご注意いただけたらなと思います。あと細かい使用周りで言うと電子レンジ OK です。一回冷めた飲み物は電子レンジにもうこのまま入れていただいて温めていただけますし、あとプレートとカップどちらも食洗機に対応しておりますので、その点もご安心いただけたらなと思います。
でこちらのフォーカスマグの発売価格と発売日についてなんですが、価格はプレートが2枚とマグカップが1つのこの1セットですね、この3つまとめて1セットで税込み2580円となっております。マグカップというジャンルの中では、まあ、そこそこお値段が張ってしまう方になるのかもなとは思うんですが、今回ですねこちらのプレートに関してもあとカップに関してもサンプルをもとに鎌本さんにこうわざわざ設計図を起こしていただいて結構細かくご調整もしていただいているものになるので、まあ、大量生産品ではないということでちょっとこちらのお値段となっております。で発売日については明日11月29日の水曜日夕方頃の予定になっています。正確な発売時間についてはドリップさんの X、まあ、旧ツイッターで随時告知予定ですのでそちらチェックしていただけるとより確実かなと思います。で在庫数に関してもグレー、ホワイト、ブラック、まあ、3色とも、まあ、そこそこの数をご用意いただいているので、まあ、多分大丈夫なんじゃないかなとは思うんですが、もし絶対に欲しいとすぐに手に入れたいというふうに思っていただいている方はですね、なるべくこまめにドリップさんのツイッターの方をチェックいただいて発売を開始してからすぐにご購入いただく方がより確実かなとは思います。ちょっとお手数をおかけしてしまうんですが、そのあたりご協力いただけると大変嬉しいなと思います。はい。で最後に今回こちらのフォーカスマグなんですが、もうドリップさんにはですね本当にいろんなことにもたくさんご協力いただいた上でもう無事皆さんのお手元に届けるところまで持っていくことができました。本当にありがとうございました。でマグカップを作った経緯だったりとか、あとこのマグカップどういう思いで作ろうと思ったのかみたいな話についてはドリップさんのサイトに私のインタビュー記事が載っているので、気になる方はぜひそちらもチェックしてみてください。概要欄に URL 貼っておきます。あと今回こちらのフォーカスマグのプレートおよびカップの製造については陶磁器の生産地としても有名な多治見にある丸浅製陶所さんにお願いしてご製造いただいたものになります。実際に多治見にある製造工場に行ってデザインだったりとかカラーの相談を直接したりだとか、あとは実際に製品ですね陶磁器ができるまでの製造工程を見学させていただいたりと、もう大変大変お世話になりました。で私一人の力ではもう当たり前なんですけどここまで持ってくることはできなかったと思うので、改めてドリップさんだったり丸浅製陶所さんだったり、まあ、今回のこのフォーカスマグの制作に携わっている方、あとはですね私をここまで応援してくださった視聴者の皆様にも本当にお礼を申し上げたいなと思います。もうここまで私を導いてくださり本当にありがとうございました。これからも楽しく YouTube 活動頑張っていけたらなと思うので、引き続きぜひですね応援よろしくお願いいたします。あと実はですね12月の1日にもさらに追加でもう一つ嬉しいご報告ができると思うので、ちょっとそちらについてもですねぜひ楽しみにお待ちいただけますと幸いです。はい、ということでここまで動画をご覧いただき誠にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。みやまでした。バイバーイ。